はい、皆さんもこんにちは、ナビモンショピルです。はい、皆さんこんにちは、ゆみさんしょです。ということで、はい、魂の紋章が、実装されますとのアップデートですね。5から、実装ですね、はい、木曜日かな、はい、のメンテナンス後に、はい、ついに実装されますと。はいはいはい、まあ装備みたいなのが実装されるって感じですね、うん、そうね。まあ大きい説明はまあニュースでもね、うん、やったと思うんですけど、まあ、ソウルスキルと紋章力、はい、根気の3つのまあ要素があって、はい、それぞれがそれぞれで、関連していると、はいはい、魂の紋章っていうのがありまして、うん、まあ、その魂の紋章っていうのに各属性に一つずつその魂の紋章っていうのがあるんですよ、はい、で捕食モンスターの各属性1個ずつつけれることになるんですけど、うん、まあ、それは順を説明するとして、うん、まずノーマルクエスト全クリしてるかランクが200以上か、うん、まあ、これは条件で言ってどっちかです、はい、どっちか。これだとなんか2つともやんなきゃいけないんですけど、うん、どっちかクリアしてれば OK なんで、うん、ノーマルクエスト全クリするかランク200以上になってれば OK です、うん、はい、なんで、どちらか満たしてない人は、まあ、それを満たすとこから始めましょうって感じですね、うん、まあ、今すぐできるとノーマクエかな、はいはい、うん、どちらか満たしてれば OK です、うん、はい、じゃあちょっと言っていただいて、はい、で、まあ、ソウルスキルのことを先話すともう意味わかんなかったんで、まず紋章の話をしていくんですけど、うん、紋章力っていう、はい、まあ、枠があるって考えていただければいいんですよ、うん、そこに5枠あって、うん、各属性に対して1個ずつのその紋章力っていう枠があって、そこにキャラを当てはめていくんですね、うん、なんで最大で同時に持てる紋章力持てるのは各属性1体ずつになります、うん、ただそれは後で説明するけど、根気っていうのを使ってそこのキャラを変更することもできたりするんで、うん、その枠を育てるって感じですね。だから紋章を例えばルシにつけた、うん、でそのルシを育てるっていうよりはそのルシ がついた枠を育てるみたいな、うんうんうん、だからその紋章力の枠を育ててそこに何を入れるかを決めるみたいなイメージを持っていただけた方が分かりやすいと思います。で紋章力むっちゃめんどくさいんですけど、うん、まあこれ紋章を取得したらどうなるかっていうと、うん、その5個各属性1個ずつある枠にそれぞれ下に、うん、ソウルスキルっていうスキルをつける枠が4つもらえるんですよ、うんうん、で最初に解放されるのが1つ、うん、で、2個目3つ3個目4個目 の、うん、そのスロットって言われるねソウルスキルをつける枠は根気が必要なんですよ、うん、根気っていうのが、まあ、感覚そのメダルみたいなイメージで考えてくれればいいのかな、はい、集めて使うものみたいな、もうねで、まあ、今言った紋章力で、はい、うん、今装着の種類はこちらです。そのスキル、そのスキルスロットにソウルスキルっていうのを4枠取れるんですけど、うん、その枠に入れられるのがこのソウルスキル、うん、対火の心得とか、うん、対水の心得、ここに何種類あります、うん、であります。で、まあ、肝心なのはこれを誰がつけれてどうやったらつけれるのかみたいな、うん、まず 2つ目3つ目4つ目 の、 そのスロットを根気を使って解放しますと、うん、で4000、7000、1万2000かなスロット解放に必要な根気は、うん、でまずスロットを全部解放する、その後にさあつけようとなるわけじゃないですか、うん、じゃあここで見てみますか、はい、上からニードルパネル耐性、火柱耐性、うん、窮地の活路、うん、いろいろあって必要紋章力が必要って書いてあると思うんですけど、はい、この紋章力ってのがクソめんどくさくて、うん、このソウルスキルを扱う条件だと思ってください、うん、これはまず消費するもんじゃない、うん、だから戦闘力ですね、これが自分の、うんうんうん、これ各属性にその紋章力、まあ、いわゆる戦闘力みたいなの決まってて、うんうん、これの計算方法が、うん、運極数 ×99、うん、もしくは100、うん、テルマンさんが放送で100って言ってたんですけど、うん、公式だと99になってるんで、うん、ちょっとねここは、うん、今まだちょっとねうちの記事の定かになってないんですけど、うん、99かな、99が 100、どっちか、はいはい、運極数かける99が ① で ② が、ラック20以上の降臨モンスターが計算になります、うん、それが全部20ポイント20紋章力計算になるみたいで、うん、なんでラック20以上の降臨モンスターを数えた数かける20してくれればいいのかな、うんうん、とその属性のガチャ幻想ラックス、そうそうそう、全部の合計がこの紋章力ってなってきます、うん、なんでそれを自分で計算してみてこの2400、2600、2000とかを超えてればここにある3個
うちの一番位の高いソウルスキルがつけれますよと、なんでこの位っていうのは窮地の活路見ていただければ分かるんですけど、スキルによって1段階2段階3段階目まで等級がありまして、まあ特 S 特 M 特 L みたいな、まあ、最大で割合攻撃、HP が最大2000残ると。そうですね、一番上つけたら。なんで窮地の活路を例に出すと、300、1000、2000ってあって、これ全部で3300の紋章力が必要ってわけじゃない、2000あれば全部つけれますよってことですね、逆に2000しかないと上のニードルパネル耐性と火柱耐性の上の方のランクの2400、2600はつけれません、だから条件ですね、紋章力は、で計算式はさっき言った通りです。はいはいはい。でかつその条件を満たしても、この右側に書いてある根気っていうのが必要になるんですよ、消費で。これそれぞれまた根気はいるわけでしょ。多分窮地の活路だったら SML を3つポンポンポンってつけれないと思うんですよ。だから1000残る、1万残る、2万残る、3000残るって全部あるけど、これ全部残しつけて3万3000残るとかは多分できない、だから窮地の活路の中だったら SML 全部解放しててもどれか一つだけだと思うんですよね、なんで L をつけるよだったら、根拠5000消費してそのスロット4つのうちの1つにパッとつけれますよと、これがねだいぶやってると思うんですよ、割と根拠はだって消費だもんね、消費なんですよね。でまあこれ根拠の話ここからじゃあもう今説明を終えたんで、はい、行こうと思うんですけど、まあ、根拠っていうのはさっき言った通りメダルみたいなもんで、まあ、いろんな要素で集めてそれを消費して紋章を育てていきましょうということですね。でこの消費が、究極クエストとかに今ここの画像にあるより、対象ソウルマークみたいなのあるじゃないですか、これ、めっちゃ妖怪ウォッチ思い出した、ソウルイーターとかなんかそっち系のなんかあるんですけど、このソウルマークって僕呼んでるんですけど、このソウルマークが対象のクエストについてるんですよ。でこれクリアするとここ今聴覚であると思うんですけど、究極をクリアすると100なのかな、まあ多分そうだと思うんですけど、そんぐらいなんだよ、まあ画像、これ画像、まあ軽く可能性もあるかもしれないですけど、はい、で1日入手できるのが1000ポイントまでなんですね。なんで、まあ、単純計算究極10周すれば1日の上限までは貯めれますよ、この辺の資産はモンタマに近いかもしれないですね、でこれなんか知らないけど、たまにラッキーで300貯まったりするらしいです。へえ、はい、なんで、まあ、まあ最速運が良ければ4周とかでも貯まりますよみたいな、まあ結局上限が決まってるんで、その300もあんまメリットではないんですけど、ね、でプラス、まあ、運極達成ボーナス、これ多分メンテ明けすぐもらえるんですけど、おそらく、ここの表にある通り運極数に応じてその時に根気ポイントがもらえますよと、でこれ全部足すと2万9000なんで、運極150ある人は2万9000一気に入るのかなね、てか、てかもうもっともっと君とかめっちゃもらえるんじゃない、僕2万9000だけです、だから150枚なんで、あ、その紋章力ってこと、紋章力、紋章力計算したらね、バカみたいに高かったっす、そうか、そうだよね、これって、あ、運極達成でもこれは、はい、そうか、これ150で打ち止めなんだ、この上はまあないんだ、じゃあ根気の方は全ほぼ全部の属性が運極だけで賄えた紋章力、はいはいはい、だからそうだよね、作ってる人は、ね、そうですね、両面作ってる人はやばいね、一種類ずつ、でここまで、計算して何を注意した方がいいのっていうのを個人的に考えてきたんですけど、つけるモンスターとかより根気の使い方、根気の使い方をむちゃくちゃ大事にした方がいいです、これ本当に。2万9000最初入った、めっちゃ入った、でもすぐなくなるよね、だってもうこれですよ、これだってあれですからね、取り外しでこれ他の紋章力に交換とかできたりするんですよ、ってことはクエストごとによって変えたいとかいうイメージがあるじゃないですか、で一見ニードルパネルとか火柱とかを無効にしたらもうクエスト自体がぶっ壊れちゃうじゃないかって思うんですけど、これね多分そう簡単に変えれないです、本当に。1日1000ポイントしか貯めれないから、運極ボーナスとかを使い果たしたらこれ友情コンボロック無効つけるのに10日間かかりますからね、いや本当にこれ根気の使い方マジで大切にした方がいい、だから根気がいるね、まさに。それこそ例えばですよ、ニードルパネル出てきて山竹ゼロが嫌いとか、嫌いね、山竹ゼロも運極したいじゃないですかね、だから山竹ゼロが運極になるまでは非属性のとこにこれをつけておくとか、もしくはもう一個、幅広く使いたいって言ったら、そうか、いやね、やばいと思ったのが、スロット4つあるんですよ、4つある、属性キラー4できるってことですよ、だから 1.25 倍の、1.25 倍、そうだよね、これにで俺さ俺もうこれ
もうよくわかんないんだけど、これサタンとかにつけたらどうなるんですかね。これ、ああこれ倍率がそのやばいと思うんですよ。でこれに属性倍率 1.5 の 1.25 のサタンでいうとゲージ倍率 1.2 のキラー倍率そこから2倍でしょ、あの攻撃力に。俺結構やばいと思うんですよこれ。キャラ変わりますよこれ。だってあれだよ、ね、2000アップとかじゃないからね。 常に自強化してるようなもんでしょ。ちょっとえこれ割とやっちゃってんじゃないかなって結構思ってるんですけど、しかもそれ4つつけるんですよ。だからお気に入りのキャラに4個バン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 つけるってよりはなんか爆絶の周回とかがしやすくなるとかなのかなってイメージが、まあ実用性あるよね、うんうん、それです。あと結構永遠の証とかと比べて降臨につける価値がめっちゃあるのかなっていうイメージがありますね。だから運惑周回の難しさを軽減しに来たのかなっていう、うん、あれもあるね、うん、だってニードルパネル向こうなんて言ったらねもうねやりたい放題ですよ。だって山竹ゼロで島田運惑にして引っ張り放題できるってことでしょ。そう怖がるのはスピード爆弾だけでいいってことでしょ。火柱もでヒーリングウォールもあれでしょ、ね、火柱だってアルカディアの攻撃1個封印したようなもんじゃないですか。そうだよ。だって、うん、これついてるやつ4体自陣で組めるわけじゃないけど、あのこれついてる水属性4人で出し合ったらアルカディアやばいよ。本当あれだよね、なんかこれまで爆裂とかの SP アイテムみたいなのがもう常に実装、うん、アビリティとして実装できるみたいな感じもあるな。ただそれをつけちゃうと次のやつに変える時とかに厳しくなるよって感じですかね。まあ結局、うん、付け替えだからね、うん、また根気も必要になるしってのがあれですね、うん、で、あと謎だったのが何個かあったんですけど、まあ、その辺はまたなんかツイッターとかでリプいただければまたお答えするんですけど、うん、だから現状その根気の価値がもうむちゃくちゃに高いよっていうんだけ伝えてかない。最初の方にポンポンポンって使ったらマジで後で後悔すると思います。これいやこれあれ間違いないんじゃない、うん、じゃあ根気稼ぎのみ来るよ。いや俺これそう思ったんですよ。だから荒稼ぎ来るのかなって。あで思ったんですけど1日上限せんじゃないですか。来たところでなんですよ。来たところで何も変わんないから。確かに。で優劣がつけないんですよ。だから全員同じスピードなんですよ。うん本当だ。あの1日1000しかないんで、うん、運極150までいっちゃってる人同士だったら。そうだね。ここ頑張ったからこんだけこのキャラが育ったとかがないんですよ、うん、だからもうつけ方次第で効率のさが変わってくるのかなっていうので、うん、だから最初の根気のつけ方は本当にちゃんとした方がいいですよっていうのをお伝えしたかった、うん、しかも人によって本当このソウルスキルのあれももう、うん、今やサタンの場合もあるだろうし、うん、本当バラバラだよね、うん、これここまで来るとキラーのところとかそんなに。あーでも使うか。だってこれ、うん、どうすかこれ防御力ダウン無効ってさ、もうこれウィル死んだじゃん。ウィルのクエストぶっ壊れるよこれ。やばいでしょ。友情ロックも ねてか友情ロックとかそれこそラグナロク強いけどとか、うん、あと失神睡眠麻痺無効この辺も割れてたんじゃないかなってのは思ってますけど、うん、あと火山ダメージ無効とかもねえ36回どうすんの、うん、ソクロダウンとかも、うんいいよね。ポーションが泣いてるよ。今後密林ポーション泣いてますよ、まあ、この割合とかはつける人いないかな。確かに、ね、うん、現状少ないですからねまだね。あとこれリールもこれ割と壊れてますよ本当に。3000ヒーリングオールの回復量が3000増加すからね、うん、しかももともとだってさステージによってねバラバラではあるけど、うん、あってさらにそこから増加だからすぐ満タンになっちゃうね、うん、じゃあこれだってヒーリングオールエースですやばくないですか。あーいい組み合わせだね。これ誰につけたら4500?5000? そんぐらい回復するってことし1回触れでどうしちゃったんだろうね。だってこれニードルパネル耐性とかさ火柱耐性とかさ出しちゃったら今後のクエストで絶対来ないじゃん。絶対来ないじゃないですかこれ。出してもあれで対策されて終わるんでしょ。そうかどうなるんだろう。で爆絶クエスト作ろうって言って開発さん側ですよ難しいクエストにしようっつってニードルパネル出して難しくしようって言ってもこれで対策されちゃうっていうことをまず考えるじゃないですか、うん、絶対来ないじゃないですか火柱とニードルパネル。それともこれの需要を上げてくるのかな。そこまで考えてるのかな。考えてるというか、うん、そこまで思ってる人が有利になるよみたいな感じになるのかなぐらいだとは思うけどね、うん、考えとしてでもなんか死んだクエストは多いっすよねとりあえず。そうね、うん、これで楽になるのは
一体いて楽になるならだいぶ多いんじゃないかな。はい、な感じですね。またなんかどういう風に根気を使うかみたいな動画も多分出して、実際にだからアップデ後に多分動画で、うん、根気とか使って、ね、あの、うん、初めて使うとは思うんですけど、はい、あと誰につけるかとか、いや、ね、これ迷うし分かんないな正直。これなんか本当ワクワクの身とかとわけが違うからな、うん、あの湯沸し つけましたみたいな、うん、キラーの方はどういう風に使うかっていうと、昨日のラグナロク食いバタワンパンライン乗ってなかった、カミカの方が、うん、まあこれ対火の心だったら多分全部ワンパンライン乗るんですよ、うん、だからそういう感じで使うんじゃないかな、うん、だからキラーのところはワンパンライン系で使うのがいいんじゃないかな、うん、一見なんかキラーをさらに伸ばそうとかあるけど、うん、それもいいと思うけど、ワンパンラインとかの乗せるためにも使えますよっていうのがキラーぐらい、まあ、この辺の説明はまた別でやった方がごちゃごちゃしないでいいかもしれないんですけど、まあ僕こういうの嫌いなりにちょっと向き合ってみたんですけど、やっぱり嫌いでした。いや自分もね、うん、結局なんかでもいいと思ったのは各属性1体ずつで、かつポンポン変えられない。あ、うん、あ確かに本当、うん、これがなんかポンポン変えれて、あこのクエスト行くからこれ今期使って変えようとか、うん、気軽にできたらもうちょっときつかったっす僕、うんうんうん、だから価値を上げてくれてよかったなと思ったんですけど、うん、まあ、あとなんかコメントなんだ1個あったのはなんかあれだね、うん、そのまあこれがついてよっぽど使えるようになるかってことはないとは思うけど、うん、まあこれまであんまね重心化とか使えるモンスターの、まあ、影に隠れてってさらに使われないモンスターとかはまあこういうのでね自分で強化できたりできるから、うん、だからキャラ持ち少なくて勝てないって人にはもう神アップだったかもしれない、うん、そうこれでね、うん、強化より強化して使えるようになったりするっていう意味ではね、うん、はいはいはい、あのだからもう自分で救済してねみたいなことじゃん、うん、まあ GK 根気集めて、ね、うん、まあ、でも根気も時間かければ別に難易度高くないからね集めるのにね、うん、メダル周回とかだと一体潰しとかちょっと技術いる場合も多かったりしたけど、うん、これ面白いっすよマジで。過激三種サタンに光対光つけてエデン行きたいっすよ。行きたいね。二段階目ワンパンすんじゃないかな、うん、いやでも本当、あでも普通にもともとか過激はこの辺のちょっと面白いと思う、うん、これマジどれにどうなるんだろう、どれにつけてどういうのが、このあと火柱とニード出てきたら結構荒れると思うけどな。これ根気すっげえガチやってる人根気使わないで置いとくんじゃないかな。でもああでも、うん、ちょっと様子見ても自分もね、うん、いいと思いますね。これにラクナロクも運一に行けたじゃないですか、うん、でエルドラドもまあ式部出てきたからですけどあれ3ぐらいまでいけるじゃないですか、うん、っていうのは置いといて、なんか1じゃないと回りづらい、それこそブルータスとか、うん、あそうねブルータス、ああいうなんかめんどくさいのが出てきた時にそれを枠を増やして楽にするために置いとくみたいな人が多そう、うん、でもこう考えるとこれから超爆絶のさなんか運極スピードとか競ってた人たちは本当シビアっすよね。だって初見降臨の時にこれがついてるかついてないかで運の数変わってきましたりしますからね、悩ましいね、うん、確かに、いや本当そうだよな本当そう、うん、だってニードルパネルのやつなんて事前につけとく人いないでしょ多分。いない、山竹ゼロって意識するでしょ多分。絶対そうだよね、うん、ジラフィーヌ山竹ゼロそれがジラフィーヌ山竹ゼロっつってどっちかの曲にしたい、いやそれこそそうだ、うん、ほんとだから今後で今後もだってそんないい方向に転ぶ未来があんまり見えない、ニードル地獄これ当たりましたみたいなないからだって、うん、そんなすっげえ動画的な話するとすっげえ嬉しいんですけどね、あのなんかいろんなの試してるから、うん、対機で何々言ってみたのかね、ちょっと面白いですね。どれぐらい効力があるのか、はい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 、でも根気がねこれ努力で貯めれるならそういうのポンポン打っていけるんだけどね、これちょっと価値高いから、現状根気はそうね、うん、もうあれだもんね。だからもう伝えたいのは根気多分だいぶ使うからもうちょっと本当に貯めといた方がいいよってのと、あと今ガチャ券を何体持ってて、この場合何体運極があれば、モンシュ力いくのかみたいな表を作ろうと思ってます、うん、なんで、まあ、そういうの見て確認してやる感じかな、うん、はい、まあ、本気の上限は上がりそうだな、1日に獲得できるのはすぐ1000じゃやか、他になんか条件が出てきて今期獲得外運極ボーナスとかでもらえるやつはその上限1000とは別らしいんですよ、うん、はい、でなんかクエストでクリアできて
で手に入れれるソウルスキルの上限は1000ですみたいな言い方してたんで、うん、他の上限があるのかなって思ってます。なんかだからそれこそ荒稼ぎとかの身を上げて、うん、なんか荒稼ぎの場合は上限とは違うボーナスポイントがもらえるみたいな。ああなるほど。それは1日の上限数には入りませんみたいな、うん、1000の上限っていうか1日1000しか入らないっていう上限はいつか絶対変えてくると思います、ね、このだって新しいコンテンツ来たのにずっと同じのしか使えないっていうまま腐らせるとは思わないから、うん、まあ、ただこれちょっと僕らはまだねその実装されてない段階のことを話してるんで若干間違ってることだったり今の段階でホームページからの意図を、うん、読み違えて間違ってる可能性もあるんで我々結構偉そうに話しましたが間違ってる可能性があるのでその辺だけご了承いただければ、うん、あの運極が100が99とかも あそうですね。それはねもしかしたら、うん、ね、うん、あれなんでそれでまた面白いの、うん、あれ大きく変わってきちゃうからそれもちょっと実装を待ちましょう、うんうんうん、それとは別でもあるかもしれないんで、はい、その辺だけちょっと気をつけてください。まあなんであれかな、ここでまあみんながコメント欄とかで気になってるのはまあどういうソウルスキルつけていくんだったり、うん、さっき翔さんが言ってたようにつけないとかそのクエスト見て待機、ね、こういうのがされたらつけるとか、まあ、現状、うん、すごい、あ、まあそうね、うん、その辺もね僕らも皆さんの意見気になりますんで、はい、ぜひコメント欄書いていただければと思います。いやでもフィーリングオールマスターなりたいって人はチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとまあツイッターもやってますし、はい、ゲームズの SNS もやってます、サブチャンネルもやってますんで、はい、ぜひ登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ今回もゲームズ RPG ラジオ4からお送りしました。しょっ、モーショップでした。シュウでした。ご視聴ありがとうございました。